白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は講師を分けるというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、講師っていうのは、まあ、例えば家の中っていうのと、まあ、家の外っていうふうに考えれば、まあ、公っていうのは家の外ですよね。師っていうのは家の内ということになります。だから講師を分けるっていうのは外と内を分けるということですよね。でこれっていうのがまあすごくやっぱりこう仕事とかビジネスとか投資においてはまあものすごく大事なことだと思っています。ここを分けないと、まあ、実際はですね、まあ、うまくいかないということですよね。で体だったら簡単に分かるんですよ。まあ、目に見える体だったら簡単に分かります。すなわち、まあ、こうっていうのはね、服を着て出かけますよね。まあ、自分の体の、まあ、隠すべきところっていうのを隠した上で、まあ、一応ね、社会から、他人から、まあ、見られるという前提で、まあ出かけていきますよね。でも死だったら、まあ、はっきり言ってね、例えばだらしない格好だったとしても許されるかもしれないし、まあ、極論、裸だったとしても、まあ、許されるかもしれないということですよね。で逆の言い方をしたら死ですよね。家の中で許されるからといってこう外でも許されるっていうわけではないということですよね。まあ、例えば家の中でねすごくだらしない格好でね、生活しててそのまま家の外に出て、それで本当にいいのかっていうことですよね。でもしいや家の中では、実は裸で過ごしてますと、言った時にじゃあ外に出かけていって、ね、裸で、ね生活して裸で出かけていったら、まあ、例えば公然わいせつ罪みたいな感じで、ね捕まるかもしれないわけですよ、ね、だから、まあ、死っていいことだからって言ってこうでもいいというふうには限らないということですよね。だから、まあ、家の外と家の内側こう死っていうのをはっきりこう分けるということが大事だということです。もちろん見た目の外見はもちろんですけれども、まあ、今回はね、まあ、目に見えない考え方とか心の在り方とか態度とかですね、まあ、そういったところっていうのもまあ含めて講師を分けるということがすごく大事だということですよね。今自分はね家の外にいるのかそれとも家の中にいるのか、もしくはそれはパブリック仕事なのかそれとも私プライベートなのかですよね。でそうした時にやっぱりこうね私ですよね、まあ、家の内っていうのはまあリラックスでいいと思いますし、またリラックスできる場所でありべきですよね。まあ、人間っていうのはこうねリラックスとストレスって両方必要としていて、ね、リラックスがないとやっぱりこう人間って挫折して、まあ、燃え尽きてその後もう一回ね立ち上がって頑張ろうというふうに、まあ、立ち上がっていけないんですよね。まあ、例えば自動車で言えばガソリンスタンドの燃料補給みたいなものでずっと走り続けることはできないわけですよ。で場所によってはその、ね、ガソリンスタンドがあってそこで、まあ、走ってきてガソリンがなくなったんで結果的にはそのガソリンスタンドで補給してでまた走るということですよね。まあ、そういう意味で、ね、やっぱり人生っていうのは、まあ、77億人全ての人の、まあ、いろんな、ね、言葉とか行動の、まあ、相互作用で成り立っているので、まあ、思い通りになることとならないことで言えばならないことの方が多いわけですよね。でその時に、まあ、もしリラックスできる場所がないとかリラックスできる人間関係がないということになったらこれはまあ、走り続けることができない、戦い続けることができない、頑張り続けることができないわけです。やっぱり人間にはね、その補給っていうかね、リラックスできる場所、ですよね。まさにありのままの自分でいられる場所っていうのも必要としているし、ね、それがあるからこそね、結果的には長い距離を走っていくことができるというところもあります。ただ、こうっていうのはね、そういう場所ではないということですよね。いつまでもね、もう結局燃料満タンなのに、ずっと燃料補給ばっかりしてても仕方がないわけで、やっぱりこう走るべき時は走る。ね、頑張るべき時は頑張る。努力するべき時は努力すると。ね戦うべき時は戦うということがすごく大事になってくるわけです。だからこうっていうのはやっぱねある程度こうストレスがあるのが当たり前だし人間はストレスがなかったら絶対成長しないわけですよね。結局ストレスがあるからそのストレスに抵抗してね負けないように、まあ、自分っていうのを鍛えていったり成長させていったりするわけですから、だからまあ成長するためには絶対にこうねストレスっていうのもまた必要でリラックスだけでもね、ダメだしストレスだけでもダメ、なわけですよね。両方
必要としているわけで、その場合やっぱこうっていうのはやっぱストレスであるのは当たり前、ね、服を着て出かけるっていうのは当たり前っていうのと同じぐらい、やっぱ頑張るとか努力するとかね、まあ、時には限界を超えるとか無茶をするとか、まあ、そういったのも当然必要になってくるということです。で、まあ、今回 ね例えば、一つ例を挙げるならば、ちょっとこう過去の歴史の中でですね、バブル発生とバブル崩壊っていうのをちょっとこの行使というのと、絡めてですね、話をしたいと思うんですけれども、まあ、例えば1985年以降ですね、まあ、日本はバブル経済と呼ばれる、ね、土地と株っていうのがすごくこう急騰していった、まあ、そういう時代っていうのがありました。でその、まあ、バブルっていうのはいろんな理由があるわけですけど、まあ、その理由の一因になったのが、まあ、銀行の融資だったわけですよね。だから、まあ、結局ね、その銀行にお金を借りに行って、ね、例えばあそこの土地を購入したいんで、だから銀行、お金を貸してほしいということで、まあ、融資を頼みに行った時に、ね、当時の銀行の、まあね、その融資の審査っていうのが、まあ、今とは比べ物にならないぐらい緩かったわけですよ。甘かったんですよね。今だったら、ね、銀行は何で、ね、お金を貸す貸さないって判断するかって言ったら、これはもう決算書の数字なわけですよ、基本的には、ね、だからその、ね、企業が出してる、社長が出してる決算書の数字を見て、この数字だったら貸したお金が返ってくるとか、この数字だったら貸した金がお金が返ってこないかもしれないということで、まあ、決算書の数字を見て融資をするとかしないとかっていうのを今だったら判断しますよね。でも当時、1985年以降、でバブルが崩壊する1991年までっていうのは、まあ、その数字よりも人間関係の方が、ね、まあ、重視されていたわけですよ。お付き合いですよ ね。だからその社長と、まあ、銀行とか社長と銀行の、ね、担当者とかが、まあ、どれぐらいか仲がいいかみたいな、そういったところっていうのがあったわけです、ね、だからそこがこうすごくこう慣れ合っていたわけですよね。まあ、だからこう会食したり、ね、接待したりゴルフに行ったりみたいな感じで、ね、結局まあ、ね、社長とまあ付き合いがある、人間関係があって付き合いがあって、その付き合いのある社長からね、あそこの土地を買いたいんで、ね、例えば5億、融資してほしいって言った時に、まあ、社長との関係なんでみたいな、まあ、ちょっと今だったら考えられないですけど、当時はそれぐらい緩かったわけですよね。だからまあ結局その会社、まあ、ほとんど日本の中で、まあ、バブルっていうのを大きな影響を受けたっていうのは、まあ、不動産とか、ね、建設ゼネコンですよね、まあ、そういった、あと製造業、ですよね、まあ、その土地、不動産建設、ゼネコン、製造業、まあ、そういった、まあ、中小企業の社長とか、が結局、まあね、ものすごいこう痛い目にあったっていうか、まあ、痛い目では済まないですよね。まあね、倒産っていうことを考えると地獄に突き落とされることになるわけですけど、当時じゃあね、それは何が原因だったかって言ったら、まあ、簡単に言えば甘かったわけですよね。お互いが甘かったわけですよ。公私の、ね、区別っていうのがはっきりしてなかったわけですよね。でなので、まあ、結局お付き合いっていうね、人間関係が結局そのお金の融資の判断材料になってしまっていたということです。なので、まあ、そのね、バブル発生バブル崩壊の一因になったのが、まあ、銀行っていうのがね、存在としてはあったわけですけれども、まあ、結局バブルが崩壊した後ね、まあ、ニュースとかで使われるようになった言葉っていうのが、まあ、銀行による、ね、貸ししぶりとか貸し剥がしとか、まあ、そういった言葉っていうのがまあ報道されるようになり、それがまあね、子どもたちが社会を学ぶ、例えば高校生が学ぶ政治経済の教科書とかにも、まあ、銀行による貸ししぶりとか貸し剥がしが起きるようになりましたとはっきり書いてあったりするわけですよね。でそうすると、じゃあ昔の銀行が良くて、ね、今のそのバブル崩壊後の、ね、いわゆるその教科書の言葉を借りるならば、貸ししぶりとか貸し剥がしをやってる銀行は今よくなく、ね、まあ、態度が悪くなったのかっていうふうな、まあ、錯覚を起こすんですけど、これ実際は逆なんですよね。逆なんですよ、ね、仕事上の関係はドライなのが当たり前なんですね、基本的に、ね、仕事上の関係っていうのはドライなのが当たり前だし、ドライだからこそ逆にいいんですよ、信頼できるんです ね。これが人間関係とか甘えっていうのが発生すると、ね、人によってね、こう判断が変わっちゃうわけですよ。この人とは仲がいいからとか、この人とはね、そのね、お付き合いがあるからとか、この人とは人間関係があるから、だからね、
こういうふうにするけど、じゃあこの人とはね他人だからとか、この人とはお付き合いがないからとか、ってなると判断がねブレますよね。でブレる人っていうのは基本的に信頼されないわけですよ。あの人はあの人に対してはこうしたけど、この人に対してはこうしなかったっていうのがあると、まあ、信頼されないですよね。長期的には信頼されない。短期的にはその場のね、なんかこう人間関係に角が立たないんで、まあまあみたいなね、感じで、まあまあのなあなあで、なんかその場の空気とかっていうのが壊れないで、なんかね一見良さそうなんですけど、でも実際長期的にはそういう人っていうのは、まあ、いわゆる八方美人的な感じで、ね結局信頼されないわけです、長期的にはね。でそうした時に、まあ、例えばバブルっていうのが、ね、決算書の数字じゃなくて、お付き合いとか人間関係で判断されてた時っていうのは、多分その社長が、ね、じゃああの土地を購入したいから5億、融資してほしいって言った時に、ね、はい、で分かりました、もう社長の頼みなんで、なんとかね、林業を通して、融資にできるようにしますみたいな感じでやってた頃っていうのは、ね、短期的にはね社長からああさすがみたいなね、よかったみたいな、お付き合いしててみたいな感じで、ね、感謝されたかもしれないわけですよ、ね、だからその場の短期的には感謝されたかもしれないわけですけども、でも長期的には結果的には相手を地獄に突き落とすことになったわけですよね。結局その何億何十億っていうね負債が原因で会社が倒産し、事業が終わってしまって、そして雇っていた人たちの従業員を全員解雇しないといけなくなったということになったわけですよね。もちろんそのね会社が提供していた本業のいい商品サービスっていうのも社会から消えていったということですよね。だから短期的な空気っていうのを優先してしまっていたがために、長期的にはものすごくたくさんの人を不幸に陥れたということがあったわけです。これどこに原因があったかって言ったら、講師を分けてなかったからってことですよね。講っていうのは、ね、仕事なので、なすべきことをなさないといけないわけですよ、ね、ここを繰り返しますけど、こうっていうのは仕事なのでなすべきことをなさないといけないわけですよ。じゃあ銀行のなすべきことって何ですかって言ったら、決算書の数字で融資を判断する、これがなすべきことなんですよね。だ銀行が預かってるのは他人のお金ですから、預金ですよね。預金で銀行って成り立ってるわけですよ。だ他人のお金をね、大事な他人のお金を預かってるわけですから、私たち運用に失敗してね、なくしちゃいましたっていうわけにはいかないんですよね。ってことは、銀行がお金を貸していい相手っていうのは、お金が返ってくる可能性がある相手にしか貸せないんですよね、基本的には。でこの人にお金貸しても、ね、まず 99.99% 返ってくると。だからお金を貸すと、でそれで運用をするというのが当たり前の話で、いやこの社長とは仲がいいからとかね、お付き合いしてるからとかね、っていうのは、はっきり言って銀行がなすべきことをなしてなかったわけです、ね、要するに返ってこないかもしれないお金を貸したっていう時点でおかしかったっていうことなんですよね。だから貸ししぶりっていうのは、要するにね、まあ、貸さないってことですけど、ね、返って来ないかもしれないお金だったら、これは銀行だろうが何だろうが普通貸さないですよ ね。この人にお金貸したらね、もしかしたら返ってこないかもしれないと思うのに、なんでお金を貸すんだっていう話で、貸ししぶりってある意味当たり前なわけですよ、ね、お金貸してください、うん、この人にお金貸したらね、この数字じゃさすがに返ってこないかもしれないなって思ったら、それは貸さないですよね。だから貸ししぶりってある意味当たり前なわけですよ。別に悪いわけじゃなくて、当たり前に戻ったってことなんですよね。で貸し剥がしって何ですかって言ったら、これ貸したお金を返してくださいって請求することですよね。でこれも当たり前ですよね。お金貸してるわけですからね。で返してくださいって請求するのは当たり前なわけですよ、ね、だから貸ししぶりとか貸し剥がしって、なんか銀行が悪いことをしてるような感じが、印象としてありますけど、実際はまともに戻ったっていうね、当たり前に戻ったっていうだけなんですよ ね。返ってこないかもしれないお金は貸さなくなったと、ね、で貸してたお金を返してくださいって言うようになったと、当たり前なんですよね。でそれは講師をはっきり分ければ、当たり前のことが当たり前に見えるということですよね。それは銀行っていうのはお金を貸すところだから、返ってくるところにお金を貸すということで、まあ、当たり前なわけですよ。でそういうことが、まあ、講師を分けてなくて、なんかプライベートの延長みたいな感じで考えてしまうと、まあね、当たり前が当たり前に見えてこなくなるということですよ ね。だからこう、私プライベートっていうのは、これはね、甘えてもいいし、ね、リラックスしてもいいわけですよ、ね、だから要するになすべきことをなさなくてもいいわけですよ ね。自分がやりたいことをやってもいいわけですよ、ね、自分がしたいことやりたいことをやってもいいわけです。しかしこう公プライベートっていうのはそうじゃないわけですよ。これ
はなすべきことをなさないといけないということですよね。だから相手によって判断が、ね、変わってしまったら良くないわけですよ、ね、それだと信頼されないですよね。判断基準が、ね、外にあるわけですから他人にありますよね。だからこの場合はこの人からのお願いだからするとかしないとか、この場合はこの人のお願いだからするとかしないとかって言ってなると、まあね、判断が、ね、できないわけですよ。でそうするとやっぱりちゃんと判断基準っていうのをしっかり持つ必要があって、まあ、今回の例で言えば銀行で言えば決算書の数字ですよね。でこの決算書の数字っていう判断が あれば、そしたらもう相手によって態度が変わるとかブレるってことがなくなりますよね。全部、ね、同じような判断になるわけですよ。数字が悪ければ貸さない、数字が良ければ貸したいと、ね、もうすごくもう分かりやすくなるわけですよね。でそうすると、まあ、短期的には、ね、まあ、はっきり言って不人気になるかもしれないんですけど、ね、なんかこう空気が読めないとかね、ドライだとかね、冷徹だとか、っていう風になるかもしれないんですけど、でも長期的にはちゃんと信頼されるということですよね。あ、数字が悪いから貸さない、数字が良ければ貸したいと、ね、すごく分かりやすいわけですよ。判断基準が分かりやすいわけですから、長期的にはちゃんと信頼されるということですよね。なので行使を分けるということですね。家の延長に外があるわけじゃないということです。家の内側は家の内側、外は外ということですよね。でそれは例えば、ね、家の中の、ね、家族としての人間関係なのか、それともお客様としての、ね、仕事上の関係なのかっていうのははっきり分けた方がいいということです。で、線を引く人っていうのはね、短期的にはもしかしたら嫌われるかもしれないんですよ。でも長期的には信頼されます。一貫してるんで、その人は判断軸っていうのがちゃんとしてるんで、ね、その理不尽に判断してるわけじゃなくて、ちゃんとこう内にあるね、しっかりとした軸、まあ、今回で言えばね、こうプライベートだったらなすべきことをなすってことですよね。それがしっかりしていれば、ね、いつも同じ判断基準で判断するんで、結果的には信頼されるんですよね。好かれるかどうか別としても信頼はされます、っていうことで、ね、公私を分けるということですね、基本的に公プライベートっていうのは頑張るのは当たり前なんですよ。努力するのも当たり前なんです。一生懸命やるのも当たり前だし、時には限界を超えるとか無茶をするっていうのも当たり前なんですよね。だから人は成長するわけですよ。自分が今までの過去できたことをこのまま漫然と続けてて成長なんかするはずがないわけなので、ね、結局今までね、例えばバーベルを1キロ2キロなんて簡単に何回でも持ち上げられて、でこれからも今まで通り バーベルを1キロ2キロ持ち上げ続けますだったら成長なんか絶対しないですよね。今まで持ち上げられなかった30キロをなんとか持ち上げますと、31キロに挑戦しますと、今度は32キロに挑戦しますって言って常にハードルを上げ続けるから、だから成長していくわけですよ。で常に自分の過去の限界を超えるべく一生懸命やっていくから、だから成長するわけですよね。だからこうとかプライベートっていうのは頑張る方が当たり前なんです ね。一生懸命やるなんて当たり前なわけですよ。で空気を吸って吐くのと同じぐらい当たり前の話です。時には、ね、限界を超えるべく挑戦する必要もあるし、無理とか無茶をする必要もあるわけですよ。それで初めて人っていうのは成長していくということです。ただ、ね、しプライベートがないと、ね、要するにガソリンスタンドの補給がないのに走り続けるのと同じになっちゃうんで、だからやっぱり自分にとって本当に居心地のいい場所とか居心地のいい人間関係とか、ありのままの自分で過ごせる時間とか、そういったのはすごく大事になるということです。ただそれはあくまでも補給です。補給、基本的には頑張る、一生懸命やる、ね、限界までやると、ね、ということで、ね、成長を目指し続けるということです、ということで、まあ、講師を分けるということですよね。で講師をしっかり分けて、ね、プライベートと、パブリックはしっかり分けた上で、講に関してはしっかりと、まあ、ある意味仕事なんで、ね、冷静冷徹で当たり前ですよね。でその判断基準で、ね、しっかりとなすべきことをなし続けたならば、長期的には信頼されていくし、人としては成長し続けていくことができるというお話です。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。